ごめんなさい、クレハ、寝てましたで、私何やってるんだろう。あの子はまだ寝たっきりだっていうのに、あの夢も今日で終わるといいんですけどね。お姉ちゃん、何と、ギリギリお姉ちゃんライブなななな、いったたた、まったく、毎回やったたびに攻撃してきますね。この子は、いつもいつも注意してるのに。あおい、毎度注意してるでしょ。抱きつくときは、ちゃんと角はしまってくださいと。だって、目の前にお姉ちゃんがいたんですよ。飛びつかずにはいられませんよ。常に発情期の私を舐めないでください。お姉ちゃん、さっきからどうしたんです？その、指が指の先端が少し入ってます。え、あ、本当だ。早く、ゆっくりと、慎重に抜いてください。変な声が出てしまいそうなので。さあお姉ちゃん、僕と熱い一日を送りましょう。激しく、より激しく。僕がお姉ちゃんを妄想の中でどれだけ、裸にしたことか。調子に乗らないで、あなたは。さあ、お遊びもここまでです。黙って、私の仕事についてきなさい。あ、はい。シトレイ様のところに何しに行くのです？僕とお姉様の、子作り方法でも教えてもらうのですか？そんなわけ、ないでしょ。コウマ館に関わる、あることについて、シトレイ様とのお話ですよ。あなたにも関係のある話ですよ。あおい。僕との関係性。やはり僕とお姉ちゃんとの子供ですね。確かに子供の話ですが、あなたとの子ではないですよ。とにかく私たちの話を聞けばわかるので、入りますよ。どうしたの？入らないの？お姉ちゃん。入りたいのですが、シトレイ様のあの表情は非常にめんどくさい時ですので、今入るか、少し迷っているところです。めんどくさいって何ですか？シトレイ様のことで、めんどくさいことはないと思いますけど。あ、葵はシトレイ様と長話したことないんですね。デミリア様とフラン様のお話をされるとき、毎回2時間近く話し続けるんですよね。葵と同じで人の話を全然聞かないんですよ。本当に困るんです。僕はちゃんと人の話は聞きますよ。はい、はい。二人とも全部聞こえてるわよ。早く入ってきなさい。話があるの？バレてた。さすがシトレイ様ですね。さあ、お部屋に入りましょうか。お姉ちゃん。はい。ぷい。なに、可愛く顔背けてるのよ。こっち向きなさいよ。メイリン。ごめんなさい、頭では理解してるんですが、本能がそちらを向いてはいけないと。ふざけたこと言ってないでこっち向きなさい。葵にセクハラさせるわよ。わかりました。しっかりと話聞きますので、それはやめてください。たく。なんでそんなに私の話聞きたくないのよ。大事な話なのよ。ごめんなさい、大事な話がある前に長い話は、精神的に来るものがあるので、遮ろうとしました。あと、めんどくさいです。はい。安心なさい。あなたの大事な話も気になるから、すぐに終わらすわよ。どうせ、パチュリーと同じ話なんでしょ。内容はともかく、本当に大事だということは理解してるから。なら、いいんですけど。なら、話すわよ。そう、それは今から30分前のこと。デミリアとフランと遊ぼうとしていた時、さて、今日は何して遊びましょうか。鬼ごっこでもする？かくれんぼしたい。私も。あら、今日もかくれんぼ、私に勝てるかしらね。お母さん、私たちを舐めてもらっては困るわ。そうだよ。私たちはお母さんに一度負けてから、たくさんの勉強したの。つまり、今の私たちに資格なんてないの。そうそう、そういうことだよ。ということで、今回こそお母さんに勝つ。お母さんに今日こそ勝つぞ。二人の挑戦状確かに受け取ったわ。私も本気で行かしてもらうからね。じゃ、私たちは隠れるから、お母さんは50秒数えたら見つけに来てね。私たちが勝ったらプリンね。ミスティアお姉ちゃんのプリンね。はいはい、わかってるわ。早く隠れないと捕まえちゃいわよ。早く逃げろ。お姉ちゃん、庭に猫猫がいるよ。猫猫は後で、今は逃げるのフラン。はい。さて、数えますか。あ、あの子たちの足音が遠ざかっていく。ちょっと待って、もしよ、将来あの子たちに彼氏ができたらどうなるの？この状況のように私のそばから二人が消えちゃう。そんなふざけたことが許されるとでも？ダメよ、絶対にダメ。二人の将来のために話し合わないとね。じっくりと。というわけで。いや、どういうことですか？話した通りの意味よ。今から将来の彼氏、抹殺計画について話し合います。話し合いませんよ。で、何か意見ない？人の話聞いてますか？ちゃんと聞いてるわよ。で、何がいいかしら？両目をえぐって、両手を切断、人食い魔獣の檻に放り込むってのはどうかしら？私の話を一切聞いてないのが、よくわかりました。この話早く終わらせたいので、質問一つよろしいですか？何？お嬢様二人のこと、まだ探しに行ってないのですか？お母さん、全然来ないね。もしかして、私たちのこと忘れちゃったのかな？だとしたら、プリン3つに増やさないと怒る。じゃ、私5つ。8つ。10。こら、二人とも喧嘩しないの。フラン、あなたお母さんのこと好きなんでしょ？うん、大好き。好きなら、お母さんのこと信じてあげなさい。フランに信用されていないって分かったら、お母さん悲しむわよ。そんな顔見たくないでしょ？見たくない。分かった、待ってる。そしてレミー、あなたは立派なお姉ちゃんとして、フランのお手本になりたいんでしょ？うん。なら、簡単に感情に流されちゃダメよ。冷静でいなさい。お母さんのように冷静にね。分かった。お母さんと来たら、一体抱きつかないとね。うん、私が後ろから、お姉ちゃんが前からね。それ、かくれんぼの意味ある。ある。そう、ならいいけど、この子たちの笑顔ももしかしたら。
あの子が目覚めたから、亡くなってしまうのかもね。早くしなさい。あの子が部屋を出る前にね。シトレイ様、落ち込んでるところ申し訳ないのですが、事態が急変したのでお話いいですか。娘たちのことをないがしろにした。私に何か用。だいぶ落ち込んでますね。では、手短に。つい、先ほど、いざ酔いが、目を覚ましました。話はそのこと。だったのね。今すぐ、連れてきなさい。はい、かしこまりました。葵、あなたに聞きたいことがあります。よろしいですか？僕に答えられる範囲であれば。いざ酔いを覚えていますか？私の子供であり、あなたの妹です。覚えてます。で、ここは、いざ酔いを閉じ込めている部屋です。今から、ここを開けます。少し、私の後ろに下がっていてください。はい。寝起きのあの子が何をしてくるかわかりません。何が起こってもいいように、殺し合いの準備をしといてください。いつでも、大丈夫です。では、扉を開けます。よかった。殺さなくて。